バルです。チェロです。バルチェロです。はい、ラグナドやっていきましょう。行きましょうかね。ちょっとね、久々ね、うん、1年ぶりかな、うん、ちょっとキリの悪い数字ではあるんだけど、うん、チャンネル登録数がね2890人と、この数字ね俺結構思い入れがあって。あ、そうなんですね、うん、あとちょっとで2900やっていう時に、うん、前やってたねアプリがねサービス終了のお知らせでね、そっからね200人ぐらい減ったんですよ。そうでしたね。うん、しかもね2ヶ月連続で差し押していったよねそうそうそう、グラフィティスマッシュっていうアプリをやってて、うん、でジョジョピタっていうね、うん、まあ、僕ら夫婦はねジョジョの奇妙な冒険が大好きなの で、 そ、 うです、ね、そのアプリをしてたんですけども、うん、不幸なことに、ね、2つとも終わるというね、いいタイミングで終わりましたね。えそっからねいろいろなゲームやってね、うん、でラグナドに出会って、うん、で最近ねちょっと5月に入って結構頑張ってるんですけど、うん、そしたらね皆さんが応援してくれて1年ぶりに2890人と戻ってきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、記念すべきそんな2890人を迎えた動画ですけども、多分3分ぐらいで終わると思うんですよ。早いな前置きのが長いな。あれなよ、昨日ねちょっとゲットした武器あると思うんですよ、うん、あ、チェロさん一押しのね。そう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 、このね出てくるかな、4の水これですね、シャボン杖。シャボン杖ね。本当にシャボン杖って読むんかね、なんかそんな呼びにくい武器ある。渋いよね、うん、シャボン杖みたいになる。そうよね。でこれ大得意ボーナスが自身にフルジェイン威力増加バフ1を一定時間付与すると。でこっちが威力 20% と、うん、いうことですね。ですね。なんで大得意じゃないとフルチェイン威力増加バフはつかないってことやね、逆に言うとね。まあ、ちょっとバフ系はよくわかんないですけど、だけど魔法アタッカーしかフルチェイン増加バフはつかないんですよ。うん、でもまあ俺ら魔法メインだから全然これでいいんだけど、うん、今回ね何をしたいかっていうと、まあ、このね座敷わらしちゃんにこの武器を装備させたいんですよ。大得意ではないですけど。どうなのそれ、このチャカシャカお別れですよ大好きなチャカシャカとお別れ。もう本当お世話になったチャカシャカマジで。あれどこ行った？ あったあった。これをね装備しますと、これを装備しますよ。まあちょっとどうなるんでしょうかね。でね、これを装備した状態で、うん、まあ、大得意じゃない状態だから、うん、フルチェイン増加バフ、威力増加バフはついてないんですよね。まあ、説明文にも入ってないと思うけど、うん、まあ、仏効バフ2と魔効バフ2を一定時間付与すると、うん、いうことですね。でさ、なんでこれを装備させたかったかっていうと、うん、座敷わらしちゃんさ、魔効バフを仏効バフに変えるじゃん。そうですね。ボロさんなんか全然集中してないけど、なんでさっきスネをずっと見るのずっとなんか俺が喋るのにさ、スネを見ながらさ、そうですね、うん、そうですねとか言いようけど、集中してもらっていいですかごめんなさいね、ちょっとチェロさんの話よりスネが気になって何がそんなスネ気になったの何があるのスネにいや、わかんないですめっちゃスネばっか見よったりさ、あれと思って。ということでね、ちょっとどうなるかっていうのをちょっと見ていきたいなと思ってまして、はいはい、そうですね。でこの前ちょっと教えてもらったんでね、この、うん、ここだったら邪魔が入んないよみたいな、なんかスタミナ減らさずにいけるよみたいな話があったんでね。ソロかな、ちょっとここら辺いっときます。まあちょっとね、倒すのが目的じゃないからさ、うん、ちょっと一応オプションでね。それってこう目に見えて効果ってわかるもんなんですかね。効果というか、うん、そのまあちょっとスネのせいでね、俺もどこまで喋ったかはちょっと忘れてしまったけど、
そのこのね、屋敷わらしちゃんは魔鋼バフを仏鋼バフに変換するじゃないですか。しますね。ってことはこの武器で殴った時にさ、魔鋼バフと仏鋼バフ2がつく、うん、ってことは仏鋼バフが4になるんじゃないかなと思って。ということはすごくない？仏鋼バフ4がつくんだよ。バフ4よ、バフ4ないよ今までバフ4とか。あ、そうなの。最高バフ。あー、俺もそう、全部の武器持ってないけど分かんないけど、俺が知りうる限りでは2が最高だけどね、うん、あ、そうなんだ。うん、じゃあ倍ってこと。そう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 、すごくない？でもその目安が分かんないよね。目安？あー、ごめん、使っちゃった。すぐ使うよね。いやいや、こう MP が溜まっとうけね。あー、そっかそっか。殴ってみましょう。あ、来た来た来た。ここで、うん、ちょっと待って、必殺技が来ないと。そうね。お、フルチェインもできるかもしれない。できそう。できそうですよ。ちょっと見よってよ。今が仏鋼2で魔鋼4でしょ。うん。ちっちゃい。見よって見よって、どうなる、うん、どうなった今。どうなった。わかりにくかったよ今。どうだったこれ。でもほら仏鋼7になっとうよ。え、仏鋼 7？ うん。え、7ってすごくない？いや、そんなに別にすごくはないけど。なんだ。ただ今さ、うん、今ね、うん、変換されたはずなんですよ。ちょっとあの動画ではスローにしたいなと思うんだけど。あ、そうですね。仏鋼ゼロの仏鋼というか、うん、綺麗にこうバフがない状態でちょっとしたいんだけどね。できれば。ああ、どうしてもついちゃうのかな。バフっちゃうのかな。バフっちゃうよね、本当。もう少しね、なんとかこう、うん、なくして、あ、なくなった。これここで使うよ。ここで使うと分かりやすいでしょ。そうね。いくよ。うん。ほら、仏鋼4になったよ。あ、4だ。ね。一気に4。そうでしょ。すごいね。これさ、かなり強くない？それは分かんないですけど。いやいやいや、分かるやん。今見たやん。なんで分からんの？見せたやん今めっちゃ。いや、まあその仏鋼が4とかは見ましたけど、うん、攻撃力がどれぐらいか見てないです。あ、いや、攻撃力はやっぱりその妖力に依存しちゃうから、うん、なんていうかな、こう。そこは見ちゃダメなのね。いや、見てもいいけど。何なの？何なのかしら。見てもいいけど、俺が今回言いたかったのはバフが4つくよっていう、うん、だけどこう座敷わらしちゃんで、うん、あのシャボン杖を使うと、うん、バフが4になると、うん、だからそのまあなんていうかな、座敷わらしちゃんをメインで使いたい人にもいいし、うん、魔法アタッカーの人にもすごく有能な武器だし、 SSR あのフルチェイン威力バフがつくしね、うん、かなりやっぱりいいと思うんだよ。あ、すごいいい杖なんだね。そう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 、まずさ、引くか引かないかっていうのでさ、うん、SSR いいんじゃないかってで、ガチャ動画で SSR やっぱ欲しいよねってゲットして、うん、で最後に座敷わらしちゃんで SSR やっぱり良かったよねと、こう3回にわたってね、 SSR 武器推しをね、うん、ちょっと醸し出してきたんですけどね。そうですね、うん、やっぱり強かったね。強かったね、うん、だから、まあ、今回 UR も、うん、まあ、前回が水のね、うん、チェインナンバー3の魔法の武器だったけど、今回はチェインナンバー3の物理の武器だから、うん、まあ、あの水の方でね、あのゲットされてなかった人っていうのは、うん、多分物理メインの人たちは、うん、まあ、今回、まあ、多分ね欲しいなと思って取られるんだと思うけど、うん、まあ、SSR 魔法メインの人たちもちょっとな、最近石がないしな、うん、ガチャちょっとなみたいな、うん、ちょっと連続すぎで引けないよって思ってる人たちもちょっと SSR 狙いで、うん、まあ、ちょっとチケットで引いてみようかなっていう方もねコメントでいらっしゃったし、うんうん、そういう軽いノリでね、ちょっと SSR 武器これだけは取っといた方がいいんじゃないかなと思うよね。そうだね、うん、そんなに頑張んなくても多分出るかもしれないね。ポロさんこの前3枚引きしてたし。そうそうそう、一気に出ちゃったからね、うん、だからね、まあ、ちょっとあの簡単な動画にはなってしまったんですけど、うん、バフが4つくと
きましたね、うん、っていうことをねちょっとお伝えしたかったということです。はい、ポルさん何かないですか最後に。最後に、うん、そうですね、ちょっとすねが気になって心ここにあらずでしたけど。ああ本当、バフ4よりすねの方が気になるということで ね、 でね、ちょっと今回はごめんなさいね。はい、では今日はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。